俺はこの国の王様、民の崇拝を一身に受けている藍色の猫、そう、猫ニャノだ。にゃ、なんで猫が王様ニャノか？理由は簡単。彼らにとって俺はただの猫なんかじゃにゃい。富と権力の権化だから追い求めるんだ。誰も本当の俺を見ない。人間なんてつまらない生き物だ。彼女に出会うまでずっとそう思ってた。彼女は猫をよく理解している人間だ。俺を利用しようとしないし、わがままを許してくれる。一緒に冒険もしてくれる。その上俺を守ろうとするんだ。俺の方がずっと慣れてるのにさ。たまに調子に乗って怒らせちゃうこともある。でも怒った姿さえ気高く見えてすっごく愛おしい。はあ、俺だけのお姫様、できることならあんたを独り占めしたい。その視線のすべてをこの身に集め、俺に夢中になってほしい。俺はあんたに本当の姿を見せるべきなのかな。おとぎ話の王子様がお姫様のキスで魔法が解けるみたいに。お、聞こえたよ。今いいよって言ったよね。じゃあもう決まり。お姫様、約束通りお迎えに上がりました。あれ、まだわからないの？あんたのことだよ、マイラブリープリンセス。